はい、こんにちは、ムロです。今回はですね、ビームスのオンラインストアで、セールをやっていたんですけれども、そこで 50% オフ半額でですね、これぞスニーカーというですね、もうとっても掘り下げていくと面白いスニーカーをですね、購入することができたので、皆様とちょっと共有できたらなと思い、動画にしました。はい、今回購入した一足はハノンとディアドラのニュートラ9000ピクトウォーリアーです。スコットランドのスニーカーショップハノンと、イタリアの老舗ブランドディアドラの、ニュートラ9000をベースに、ハノンが提案するピクトウォーリアーという題材をですね、落とし込んだ一足となっております。そもそもこのピクトウォーリアーで何なんでしょうかっていう話なんですけれども、で調べてみました。そもそもピクトについて話をしていくと、スコットランド人の祖先である人たちが、ピクト人と言われている人たちで、スコットランドの鉄器時代以降で確認されている最も古い先住民がピクト人です。スコットランドのスコットはアイルランドから移住してきたスコット族を指しますが、じゃあそもそもピクトって何なんだって話なんですけど、ピクトっていうのはローマ帝国兵がつけたあだ名だそうです。でピクト人はその戦闘の際に強さをこう視覚的に相手に見せるために、こうド派手な入れ墨を入れていたりとか、あとは顔に青い顔料でペイントをしていたようです。で実際にそういった視覚的な表現をしっかりする部族ではありましたけれども、兵力的にもかなり強さを見せていたようなところもあったそうです。そんなピクト人なんですけれども、謎の多い部族だったようで、文章をなかなか記述として残すような部族ではなくて、石碑に何か意味を込めて模様を残す習性があったようで、6世紀から9世紀頃にかけてそういった石碑というものを多く作られたようです。今回のこのピクトウォーリアーの中に入っている模様、それがピクトの獣と言われているもので、頭はペリカンのようで、体は四つ足動物のような妙な生き物の絵なんですけど、あとは尻尾があって、後頭部にも触覚のようなポニーテールのようなものがついていて、象とも見えるものなんですけど、このピクトの獣に関してはかなりメジャーな、模様になっているそうです。そんなピクトの獣とピクト人から、カラーをインスピレーションを受けて、カラーブロックを組んだ一足になっております。全体はレザーとスウェードで構築されております。で細かいディテールを見ていくと、ここのラインはそのピクト人が顔にペイントしていたブルーの顔料をイメージに、ここはタンブルレザーですね、絞りがあるタンブルレザーを使用しております。でこのガンマメタルグレー、レザーは2種類使っておりますね。ここはレザーで、こっちは柔らかいナッパレザー、ヤギですね、ヤギの皮を使用しています。トゥーに関しては毛足が粗いスウェードを使っております。ライトタンのこのカラーもしっかり、はまっていて、印象を引き立たせているのかなっていうふうにも思います。でこのディアドラのサイドのデザインなんですけども、ここ見ていただくとピクトの獣が、プリントされているレザーを使用しております。ここのレザーに関しては、ここのレザーと同じような質感になっております。ライトタウンのカラーで、このピクトの獣、プリントされてますね。ヒールを見ていくんですけれども、左足にはピクトの獣、ブルーと、水色ですかね、の刺繍糸で縫われております。結構細かい作りになって
ているかなっていうふうに思うんですけども、右足に関しては、ハノンのロゴ、フレアロゴが刺繍糸でデザインされてますね。で、ヒールに使われているブルーのレザーもですね、これはタンブルレザーを使用しております。で、インサイドに関しては、同じような素材ですね、ナッパレザー、タンブルレザー、で、レザー、で、ライトタンのスウェードで構築されてますね。で、インソールはこんな感じです。ネイビーとブルーのカラーリングでまとめられております。左足のシュータンに関しては、ブルーのタンブルレザーを使用していて、色の濃いレザーを使用していて、ハノンのロゴ、フレアロゴが入っております。で、右足に関しては、素材感は一緒なんですけれども、ディアドラのファイブボールロゴが刺繍糸でデザインされております。ライトタンの刺繍糸のように思いますね。で、ライニングに関しては、水色のレザーを使用してます。で、インソールに関しても、革がこう、一枚貼られているような感じで、これ見てわかりますかね。ですけど、素材的にはかなりしっかりしているレザーかなっていうふうに思います。で、ピクトの獣と、ディアドラとハノンの、まあ、コラボレートしている証ということで、これがプリントされておりますね。で、ニュートラ9000なんですけども、軽量で反発性のあるこの EVA 素材と、PU 素材をミックスした、まあ、肉厚のある、ボリュームがあるこうミッドソールになっているので、とても履き心地はいいのかなと。ナッパレザーとかタンブルレザー使ってるんで、まあ、経年変化みたいなところもすごく楽しめる一足になっているかなっていうふうには思います。シューレースが3本入ってますね。ハノンとディアドラのロゴがシューレースのトップにプリントされているような仕様になっております。クリーム色、あとはまあ水色、あとはこのガンマメタルグレーですかね。で、皆さんにちょっと見ていただきたいんですけど、面白いですよね。ピクトの獣がプリントされている、シューボックスになっております。たまたまサイトを見た時に 29.5cm、まあ、ギリギリ履けるサイズが残っていたので 29.5cm、多少大きいんですけれども、まあいいかなと思って購入してみました。で、価格が3万円したものなんですけれども、セールで 15,400円になっていたので、まあ、今回購入をしようかなというふうに決めました。まあなんせ定価が高いんですよね。で、3万円で、まあ、ニューバランスと同じような、価格帯なので、ちょっと正直、最初定価で買うか悩んだんですけれども、これもあれなんですよね。ディアドラのスニーカーってイタリア製で、で、しかもこれ手作業で作られてるんですよ。それを考えるといいレザーもしっかり使ってますし、スポーツメーカーならではの機能的な、まあ、ソールユニットだったりとか、素材使いをしっかりしているので、意外と、評価されてなかったり、まあ、人気がないモデルではあるんですけれども、まあ、大手のメーカーに負けないほどの機能的なところ、あとはデザイン性っていうのは、ハイテクと結構皆さんも感じてもらえるんじゃないかなって、ムロ的には思っております。そんな、ビクトリアですね、ちょっと履いていこうかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はスコットランドのスニーカーショップハノンとイタリアの老舗ブランドディアドラのニュートラ9000ピクトウォーリアーを紹介してきました。
ハノンとのコラボなんですけれども、いろいろと自分たちの国のこと、歴史っていうのをこのスニーカーにしっかり落とし込んでいるなっていうのが、とても室的には感動したんですね。今までの祖先っていうものに対してしっかりリスペクトを注いでいるし、まあそれを具現化、形にして体現化して一足に意味合いをしっかり込めて作り上げている、まあハノンのプロダクトっていうのは、こういうところがスニーカーの面白さであって、この一つから物語れるものっていうのがたくさんあるんですよね。調べていけば調べていくほど、その一足からいろいろ派生していろんな文化に触れることができたりとか、スニーカーの面白さってそういうところにあるんだなって改めて実感された一足になっております。なのでムロ的には今回の一足はかなり大満足ですね。今年購入したスニーカーの中で一番満足してるスニーカーかなっていうふうには思ってます。本当にスペシャルで、めちゃくちゃかっこいい一足が手に入ったので、もうこれは、しっかり履いて、しっかり自分で育てて可愛がって履いていけたらいいかなっていうふうに思ってます。本当にこれ半額 50% 最高です。ビームスさん本当にありがとうございます。はい、チャンネル登録高評価ぜひぜひお待ちしております。お気軽にコメントも、いただければ嬉しいです。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。